月曜日の「オールナイトニッポンクロス」アーティストの北見達也さんが担当さされままますすすよよろろししししくくおお願願いいたしますし願いた北にさんテレビアニメ「呪術廻戦」のオープニングテーマとなった「青の住みか」が大ヒットし昨年末の「NHK 紅白歌合戦」にも初出場されました。はい 昨年7月と今年の年始に2度「オールナイトニッポンゼロの単発パーソナリティを担当していただきましてどちらの回も SNS も含めて大盛り上がりだったと伺っています、はい、今回4月からの「オールナイトニッポンクロス」の月曜日担当していただきますすレギュラーででいかがししょう安堵してます。<laughs> すする方が先ですかいやもう、ええ、あの、すいませんあのこういう話していいのか分かんないですけど、ええ、あのレ自分のレコード会社の連中に「絶対おめえ取れよ」みたいなことを圧かけられまくっていたのと <laughs> あと普通に高校の同級生とかも。ええ 北尾がレギュラーになったら嬉しいなって<ー>めっちゃ言われてたんで、あの先日ね放送であの同窓会に行かれた時のお話をされてましたよ、ねはいはいはい。いやもうだからまた同窓会行ったらでかい顔できるんで、ええー、嬉しいです。えただねツッコミも入ったというお話でしたね。<laughs> どうやら放送でちょっとモテるという感じのニュアンス。なんかそれは違うんじゃないか。ね<え>まあでもそれは時には嘘もつくよ。えレギュラーでは嘘つかずに <laughs>。 いやどうですかね一、ええ、年もやってたら多分ネタも切れると思うんで、ええ、毎週ねやってたらまあ適度に持ったり嘘をついたりすると思いますがよろしくお願いします、はい、いかがでしょうアーティストの方でプライベートをこういった形で披露していくっていうのがレギュラーであるっていうのはなかなかない場面かと思いますけれどもああでももともと別に結構自分はその誰に頼まれたわけでもなく自分のこのなんていうんですかあのアーティスト的でない部分をこう諸出しにしてきた人間ではあってうん、うん あのあんまりねそれを出してないと、うん、こうなんか素敵な人だと思われてしまうの、はいね、やっぱ音楽のイメージが人間とくっつくじゃないですか、はい、それ僕すごいよくないなというかなんかねあの音楽は僕は僕の音楽いいんですけどそれ以外はどうしようもないんで、ええ、そこをこう存分に発揮して皆さんに知っていただいた方が僕も助ほ、ええ、はい今のお言葉を聞くとギリギリまで出してくださりそうですね。ままあああできる限りというか、ええ、まあ多分そんな、あのー うまく隠しながら喋るとか<っ>多分そういうことできないと思うんで<っ>そうですね人に怒られるまでは<っ>後ろにいるソニーミュージックの人間に怒られるまでは <laughs> <っ>そうかもしれないですぜひラジオらしく全部さらけ出していただけたらと思っております、はい、ありがとうございますさあそれでは改めましてになりますがパーソナリティの皆様に番組の PR や意気込みをお聞きできたらと思うのでぜひ中央にお集まりくださいませ では改めましてになりますが、北谷達也さんいいかがでしょうはいえー、とそうですね、なんか自分の音楽を知らない人にもこう、自分のくだらない話を聞いてもらえるっていうのが、まあ、非常に気持ちがいいものですので、<laughs> えと精いっぱい楽しくこう、でかい声で喋っていきたいなと思っていますので、まあ、皆さんの暇つぶしに、えー、生活の中の一部になれたらいいなというふうに思っております、えー、1年間よろししくお願いします。

あのう行さみたいな耳こえたみたいななったわけじゃないです。耳がこえちゃってるよういう感じ。あれ最初見たと怖いですもんね。いいですそんな話はやめてください。次のワンですから。そういうこと聞かれると思いますよ。はい。現時点でどんなイベントをやってみたいかっていうのをお伺いできればなと思います。ラジオのイベントで何したんですか。どうしてません。何どういうことされたんですか。もう経験者からぜひ歌いました。えああいいですね。何曲ぐらい。 五五五五曲ぐらい。あ、結構歌いました。五曲結構歌えましたね。はい。イベント自体どのぐらいの時間で？五時間。え？五時間？五時間で五曲する試合。五時ボケてるのか、トーンがちょっと分かりづらいの。ほ本当ですか？本当に一時間半おっしゃったんですよ。X Japan のライブじゃないんだから。ね他にもあるでしょ。五時間あるもの。あるんですよ。別にね、よしきさんがいつも遅れて登場してくる。なるほどね。でも手終わる。わ何の話してんだよ。うるさいな。